福井鉄道200系電車は、1960年に登場した福井鉄道の電車である。1960.1962年、日本車両製造制で、2016年2月現在、2連、1編成が在籍している。福武線の急行電車用として製造された車両である。引き面において、福井鉄道では初めて、カルダン駆動方式の一種である。 WN 駆動方式を採用し、また二両三大車の連接構造が特徴である。車体はやや変則的な配置の、片開きに扉、編成全体として上降口の間隔を均等にする、設計で、同じ日本車両製の富士急行3100型と類似する。全面形状は、非貫通式2枚窓、屋根は張り上げ屋根構造で、全体的に丸みを帯びた形状である。 車内はセミクロスシートで扉間に片側4組のボックスシート、その他にロングシートを配置する。台車は当初日本車両製造が製作した国鉄 DT21 系台車の派生系である ND-108 及び ND-108A で軸箱指示装置はウィングバネ式、枕バネ部分は金属コイルバネであったが、 この部分は将来の空気バネへの乾燥にも対応していた。主電動機には、東芝製の直流直巻電動機である SE525 が両端の同台車に、それぞれ2機ずつ装備され、制御方式は発電ブレーキ付けの抵抗制御、動力伝達方式は前述のように、WN 駆動方式を採用していた。 高年産編成すべてを対象に、クロスシートのピッチ拡大や冷房化改造、JR 東日本から購入した、廃車発生品の MT46、MT54 電動機及び、DT21 系台車による、主電動機と、同台車の換装が行われ、動力伝達方式も WN 駆動方式から、中空軸平行、カルダン駆動方式へと変更された。車体塗装に関して、 以前アイボリーチに青帯の標準塗装を導入する際、本系列が塗り分け比較のため試験塗装用の車両として使用され、3編成すべてで塗装の塗り分けが異なっていた時期がある。2006年4月1日の元名鉄に付築600、ボルトロ専用の低床車両の入線後も置き換えられる、ことなく残存し、ラッシュ時の急行を中心に運用された。2012年時点で、 実動50年を超えており、福井鉄道の営業車両の中では最も古い車両となっている。また、海線系統上までは、福井鉄道廃の木の唯一の車両であったことに加え、昭和30年代の地方私鉄の自主発注車の貴重な生き残りでもあり、鉄道ファンを中心として人気が高い車両である。前述の元名鉄提唱車両導入直前は3、編成とも、 全面広告車となっていたが、2007年より、順次、福井鉄道の塗色に変更された。まず201編成が標準塗装となり、同年4月20日には202編成が、低床車両と同じ新塗装に、5月16日からは203編成が、急行専用車当時の、福鉄急行色となった。2012年度以降、2016年までに順次、自社発注による、 福井鉄道発の超低床車両である海鮮型へ置き換えられた。2015年1月30日に運用離脱した201編成が解体された。202編成は重要部検査の期限が切れる2015年12月末まで運行させる計画だったが、10月13日に赤十字前駅でドア部分が故障。車内競技の結果、修理は行わず引退を。 約2ヶ月前倒しすることになった。当該車両は2016年3月に解体された。新車両となる回線型は2016年3月に第3編成が北府駅車庫に搬入され、第4編成目は2016年12月に搬入されている。最後の1編成となった203編成は北府駅に留置されたまま2016年2月。 運用が停止され急車扱いとなり、同年7月には全般検査の有効期間が切れ運用できなくなった。2017年4月、同編成について、福井鉄道から今後も運行しない方針が示され、事実上引退となった。沿線住民などから同編成の保存を求める意見も出ていることから、越前市は2020年度から2021年度にかけて実施する。 北府駅鉄道ミュージアム整備事業の中で、同編成を同体もしくは生態で保存展示する方針を将来展望として示し、今後福井鉄道側と調整を行うという。その際捻出された台車と、主電動機の一部は120型も、は122のカルダン駆動化に使用された。寺田祐一ローカル私鉄車用20年西日本編、P176 新型電車を、 福鉄道入江、県、新年度予算案に計上中日新聞2012年2月7日、福井鉄道200系、車両保存を60年代製造、現役一編成のみ、福井新聞2015年11月20日、電車、200系式車両運用停止に伴う、ご案内福井鉄道からの、お知らせ2016年2月8日、福井鉄道最後の200系、 引退行動経済成長を支えた電車福井新聞2017年4月13日、第3期越前市中心市街地活性化基本、計画越前市平成28年12月、主要事業の概要越前市平成28年12月。ありがとうございます。